西武鉄道の音28段です。収集計画。西武鉄道を感性で捉える上で重要な要素である音、どのような音で形作られているのでしょうか。サビーチャンネルでは西武の音収集計画と称し、西武鉄道から発せられる音を収集しています。第29弾です。中村橋車内放送です。次は中村橋です。出口は右側です。The next station is 中村橋。29件収集です。西武鉄道の音収集計画。